作れば当たるのに国際系学部がない大学。国際なんとか学部というのを作れば、英語の得意な受験生が集まって人気が爆上げというのが、まあ、黄金パターンでございまして、まあ、近年できたところですと、早稲田大学の国際教養学部とか、明治の国際日本、青学の地球社会共生、古いところだと青学の国際政治経済、立教の異文化コミュニケーション、中央の国際経営と国際情報、 法制のグローバル教養や国際文化、同志社のグローバルコミュニケーションやグローバル地域文化、立命館の国際関係やグローバル教養、関西大外国語、関学国際、学習院国際社会科学、武蔵国際教養、明治学院の国際学部、東洋の国際、国際地域国際観光、駒沢のグローバルメディアスタディーズ、先週の国際コミュニケーション、近畿大国際、留国の国際、といったように、 作りは当たる世界。なんですが、なんでオタクは作らないのと僕が不思議なのが慶応義塾。個人的には日吉キャンパスあたりにですね、アメリカのリベラルアースカレッジとかを本気で持ってきてほしいんですけど、なぜか慶応義塾は合わせたみたいな国際教養学部作らない。まあ、あの、お金持ちでこう海外経験がある人とかですね、いっぱいいると思うんですけどね、慶応は。ニューヨークに高校あるんだから、日吉か SFC に作ればいいのにな。 慶応には作ってほしいですね。慶応には、ぜひですね、勉強がスパルタですっていう学部あっていいんじゃないかなと。まあ、経済学部の3、4年とかで全部英語とかスパルタ教育やってるところはあるんですけど、国際系慶応にないの本当不思議ですね。ぜひ、世界に貫たる大学であるというのであれば作っていただきたい。で、あとは、学習院や武蔵が作った中で、整形、正常が今のところ作ってないですね。 まあ、作んなくても別にいいやっていうことなんですかね。これらの大学は、あんまりでっかくしすぎないところがポイントではありますから、ただ、まあ、作りは受験生はいっぱい来るとは思います。そして、法難大ですね。近畿大とか流国があって、あとまあ、共産はこの分野強いので、法難大学に国際がないのはちょっと僕とても不思議です。が、もし作ったら、神戸の女子大は全滅してしまいます。はい。英語とか国際なんていう学科みんな持ってますから、 かなり厳ししいでしょうねなんで、高難が作ってほしくないというのが、兵庫県の女子大の本音なんだろうなと、神戸女学院とかね、向こう城とかね、ああいうところの英米分とかに、うん、まあ、行く人は全部持ってかれるとは思うので、でもそうするとですね、漢学の国際と神戸学院のグローバルコミュニケーションの間がないんですよ、近畿大ちょっと兵庫県から遠いし、高南大学が生き残りを考えたら、私が経営者だったら作っちゃいますね。 国際学部300人とか作っちゃって、まあ、近隣の女子大さんには、まあ、全滅していただくと。えー、京都。仏教大が持ってないんですね。龍谷も大谷もあります。まあ、仏教大、国際学部なものちょっと不思議ですね。私なら作りますね。で、あと、大阪経済にあってもいいんじゃないかなと思ったら、国際競争学部を作ります。なお、東京経済大学はすでにコミュニケーション学部に国際コミュニケーションあるので存在してると。あとはですね、 え東北学院が作る南山は、まあ、西南学院は、もともとキリスト教の大学なんで、外国語国際系強いということで、いわゆる東西南北だと北海学園だけないが、まあ、いらないのかなと。人文学部、英米文化しかなくってですね、北海道の札幌なのにロシア語の勉強もできないという状況なんですが、まあ、そんなに勉強したい人いないのかなということで、北海学園が国際系学部を新たに作るということは、まあ、ないだろう。まあ、ここ、公務員とか教員とか強いし、 経済、経営法あたりでですね、大学の力を出していくっていう感じで、国際系作んないんだろうなということで、そっくりは当たるのに作んないっていうことで、まあ、個人的にはまず何と言っても、慶應義塾、それから江南、仏教大あたりがですね、作らないのかなって思いました。